さて続いて、C ブロックの14番目の団体は宇都宮男性合唱団の皆さんでございます。宇都宮といえば餃子とカクテルとジャズの街でございまして、この合唱団も創立17年目を迎えてゴールデンウェーブ3回目のご登場でございます。平均年齢75歳、しかし元気いっぱいスイングスイングにチャレンジしているということで、今日は男性合唱定番の出船、それから宇都宮から望む筑波山にちなんで A 六助さんと泉拓さんの名曲筑波山麓男性合唱団、この2曲でございます。指揮は鈴木静江さんでございます。普段ね、このブラックの男軍団を女で一つでいろいろとご指導してお骨折りが多くてですね、今回本当に骨折っちゃったということで、今回は本当に申し訳ございません、車椅子ということでございます。よろしくお願い申し上げます。ピアノは鈴木康子さんが弾いて、くださいますね。では宇都宮男性合唱団の皆さんの演奏どうぞお聴きください。
ありがとうございました。宇都宮男性合唱団の皆さんでございました。ガマ4人もですね、かなり熱演でございました。普通拍手が終わった後は素の人間に戻るんでございますが、最後までガマに徹していたという、このあたりがなかなかの根性でございますね。素敵でございます。はい。